2016年4月にこんなスレが立ちました。リア充、知っててカード出しといて、俺、いいよ矢印捨てるの楽しすぎ。通年の必修2つと選択必修1つで8回以上欠席になってるからもう留年決定っすよ。サークルの夏合宿楽しみにしてる場合じゃないっすよ。さてこの行動にスレミンの反応は、期末バレるだろ。陰謀、ざま。大喜びでした。授業前の休み時間ある日突然喋ったことないリア充に話しかけられる。矢印、軽く世間話される。矢印。リア充、俺この後バイトの面接なんだよね。出席カード出しといてくんない？俺、おう、矢印。リア充帰宅。矢印。俺、どうしようこれ。知り合いとも、俺なら今回だけ出してあげるかな。俺、でも別に友達じゃないのにムカつくよな。知り合いとも、うんだよね。俺、しかもこれ出したら完璧俺も共犯だよね。知り合いとも、うん。矢印、俺迷った挙句捨てる。矢印、リア充、他の授業でも毎回出席カード出しといてくれと頼むようになる。矢印、全部快諾&破棄、前期のほとんどこれだったぞ。途中で気がついて行ってこなくなるかと思ったら、通年の授業って GPA 後期の終わりまで出ないから気がついてないみたい。いじめ決定。フルボッコにされる位置、有能定期。報復とかはないだろうけどさ、惨めだなお前。いいぞ、有能。学年違えば関係もなくなるだろうしな。有能やん。なぜ4月の頭にこのスレを立てた。最高だな。全く同じ文章を見た気がする。絶対報復あるだろ。この定期続きがないんだよな。ビザム時空、実際はリア充にこび切らう位置であった。お前みたいな奴がそんな不誠実なことしてただでは済まない。時期おかしいな。サボる方が悪いが嘘つくのはいただけんな。クソ定期。いつ見てもいい。この時期なら真似する奴の出現にも期待できるからなおさらい。違法な契約を守る義務はないから仕方ないね。もっともっと。さすがに4月でな。せめて1日に立てろよ。やっぱ春だしVIPの新入生も多いな。大学まだ始まったばかりだろ。これは陰謀。もっとやれ。貴重な友人であるヒリアを巻き込むクズ。ヒリア友が何なのかわからん。定期なんだよな。うんこの、俺でもやる。VIPの新入生諸君、ここはテストに出るから気をつけるように。これ捨てるの実際にやると何か法的に問題ある感じ？何の方に触れるんですかね。ヒリア友ってことはリア友じゃないの？誰だよ。でも実際こういうことやってる人いっぱいいると思う。大変頼んでる方が悪いからリア充も何も言えないんだよな。ヒリアに頼むとか怖いわ。ちなみにこれは犯罪なのでね。前例もあります。何の方に触れるの？出席カード等記載。妄想はするのはいいけど、本当にやっちゃ絶対にダメだよ。とんでもないことになるよ。最低でも自殺に追い込まれると思う。最低が自殺なのか。メンタル弱すぎだな。当たり前じゃん。メンタル弱すぎる奴だからリア充はやらせるんじゃん。こいつなら何を言っても断らないよ。って、捨てるより先に教授に報告する方がダメージでかくね。俺ほどのリア充だと、授業サボると、みんなが出席カード出しといてくれて単位落とすし。というか出席しないで遊ぶ奴らはかすぎ。そうでもない。大学の授業自体がほぼ役に立たないんだから、遊んで人間関係やその他の経験を積んだ方が成長する。授業に出て勉強するより、合コンでお持ち帰りする方が賢くなる。見てる側は飯馬だがバレた後の報復を考えると怖い。リア充カッコゴミ箱に出しといて。だからセーフ。普通頼むときはジュースくらいおごるよな。よくやった。いじめふかし。これはわろた。こうならないために頼む人にはジュースとかアイスを持ってあげてたな。次にこちらのスレを紹介します。万引きしたタソガキども捕まえて罵倒するの楽しすぎ。やはーざまー。お前の未来は今ここでついえたんだよ。おとなしく豚箱行けやー。って感じのスーパー店員やってた俺。これまた性格の悪い一致がスレ立てをした模様です。何でもするから許してくださいしょぼん。可愛い女の子に許して欲しければ何すればいいかわかるよね。って言ってみたい。万引きしたクソガキの親が逆ギレしてきたことならあった。俺の第一声。警察呼ぶわ。情状酌量の余地なし。どうせ説教で終わるだろうと高く食ってた。クソガキどもが急に青ざめる。お前みたいな奴と友達になりたいわ。気持ちいいだろうな。相手の家庭環境を憐れんだりなんてしません。クズは豚箱へ。犯罪者には法の裁きを。ざんまー。よう俺はコンビニだったがな。店の方針で万引き犯は即警察ご招待だったからな。普段はにこやかで真面目なバイト青年の俺。裏では万引き犯の人生ぶち壊して飯うまする鬼畜。クソガキに与える慈悲なんてねえ。俺、初めて？ドキュン、一応、初めてなんだけど。俺、へえ、でってよ、もう通報したから震えながら待ってろや。10分くらいで担当の警官2人組んで。お前にそんなことできるはずない。バイトの中でも色々半分けがあってな。万引き対策にはフロア担当の俺と俺の後輩が借り出されてた。G メンの人とチームプレイで捕まえたことも多々ある。クソ楽しかった。ババア、丸見え、ちょっとこっち来いや。うちのスーパーを管轄にしてる警官、クソ怖い。ドア開けてニュッと入ってきた瞬間のクソガキの凍りついた顔。廃棄の天ぷらうっめー。犯罪者の目をもっと詰め、いいぞもっとやれ。もう GJ としか言いようがないわ。万引きした奴は即通報がベストだな。本当に警察呼ぶあたりあるじゃん。これはもう会社の方針だからな。
電話する瞬間が楽しすぎ。店長たち、ちょっと顔出すだけであとは丸投げ。そんなにバイトにそんな役回り押し付けたいかよ。でも、俺の場合は楽しいからもっとやらせて。警察呼ばない店なんかあんの？最近はないんじゃないかな。一昔前までは、子供がしたことだからってうやむやにしちゃってたけど、今はどこの店でも警察呼ぶようマニュアル化されてんじゃねえかな。俺のとこも警察は必ず呼んだ。むしろ軽いからって犯罪を見逃す方がおかしいんだけどな。日曜日の万引き検挙回数がだいたい4回くらい。多発しすぎ。どんだけパクるんだよクソガキとババアども。俺フロアの仕事できねえじゃん。接客したいんだよこちとら。クズをぼろかすのの知ってるだけで日給7000円。そういう噂って広がらないのかね。万引きするような奴はそれでも自分は大丈夫って思ってるバカなんだろうけど。広がらねみたいだな。噂を広げるってことは万引きカミングアウトすることになるし。まず俺と警察のお兄ちゃんにぼろかすのの知られたトラウマが蘇って。それどころじゃない。わろた、しなしなの天ぷら梅。確かに舐めたドキュンが一気に青ざめる。瞬間は見てて気持ちいいもんがあるな。あと、今日も盗んだよな。襟首捕まえてゆっさゆっさして。商品が落ちてまた青ざめる瞬間とか。別に一応当たり前のことしてるだけだろ。わざわざすれ立ててドヤ顔で草生やしまくる意味がわからん。捕まえたらまず休憩室にぶち込むの。そこしか場所ねえから。俺らバイトにとっては唯一の憩いの場所なのにゴミくずに。立ち入られるのはほんと心苦しい。だから恨みつらみを込めて存分に罵る。俺、なあ、おばちゃん。BBA、俺、やっちゃったなぁ、ああ。BBA、すいません。俺、警察呼ぶわ。BBA、俺、あと、旦那の携帯か自宅の電話番号教えて。BBA、ちょっと。俺、はよしろボケ。俺はどちらかといえばクソガキの親の反応が気になる。どんな感じ？クズガキの親はなかなか引き取りに来ない。めんどくせぇ。でもその間俺の罵りタイムセール終わんねえよ。ざんまぁ。ペコペコしたっててめえのクソガキのやらかしたことは変わんねえんだよ。ガキで初犯だと警察もめんどくさがって、反省してるから今回は穏便にとか言い出さない。まず来ることを渋る。来てから切れる。万引きは大した点数ならんとかなんとか。だからありったけの怒りを万引きカスにぶつけてる。ワロス。ちなみに110番で通報すると警察は必ず動かざるを得なくなるので、あとは警察連れてってどうするかを考えるわけです。ヘリクスとかでって言う？俺が正義じゃ。店長たちからの俺の人望は神がかってるからな。でもバイトなの？もうやめてニート。まあでも罪悪感に駆られる瞬間もあったよ。特に小学校低学年だったりした場合な。あんな親の元でこの先まともに育つのかなって心配になる。逆ギレする親ってどんな論理で切れてくんの？未来ある子供の人生潰すのがそんなに楽しいか。万引きできるようなところに置いておく店が悪い。金払えばいいんだろ。そうです、違いです。ババアっていうかおばあさん多すぎ。先はともかくババアの万引き率は何なんだろうな。万引きババア、私いつも一人で心細くてつい。知らねえよ老害。真面目な話、日本の店員がみんな一みたいな。態度取ってくれればいいと思うんだが。フロアでの俺。なあ、君、悪いけどちょっと裏来てくれない？ニコリ、ドキュン、あ、バックヤードへの扉くぐった瞬間。ざんまあ、メッシュまま。豚箱送ったら、店長、店長、クソガキゲットだぜ。ドキュン、そんなにボロカス言っても大丈夫なのか？限度はあるがある程度はオッケー。思いっきり罵倒していいよ。一みたいなのが犯罪者になるんだよな。通報しといたわ。万引きはやめとけよ。バレてクズ店員と警官に当たると一生のトラウマになるぞ。ガキの学校はどういう態度なの？それとも学校には通報なし？夜8時くらいまでなら担任召喚することもある。ペコペコしやがって告知くがー。俺らの税金で犯罪者ドキュン育てんのが仕事かーい。あいつらも基本仕立てでペコるしかないからな。今時鉄拳制裁なんて家族しかできんし。AV みたいに JK を裸にさせて盗んだもの持たせて、写真撮ってそのままやるって展開はないんですか？ねえよ。万引きする JK なんて心の醜さが顔面に出てる。ぶっ細工なゴミしかいねえ。稀に可愛い子がいても犯罪者にはピクリとも来ないですね。現実にやるとお前が強姦罪で逮捕ですよ。俺のいたコンビニだと犯人捕まえるとバイト代に報奨金が出たな。一人捕まえたら1万円なり。もう必死だった。最高で5人捕まえた時はどうしようかと思った。と同時にどんだけ万引きに狙われてんだこの店とも。そもそも万引きってそんな発生するもんなんだな。うちのスーパーは中型店で年商1億足らずくらいなんだけど、万引き被害金額がそれの 1% にも当たる。つまり年200万円ほど。摘発できて取り返せるのがそっから1割以下。アホか。万引きのふりして万引き G メンに、5人逮捕されて謝らせる方が楽しいわ。もうこの店は行かないだろうと思うところ狙ってたまに。やってるけど飽きない。俺が万引きしまくったのが原因で、コンビニ一軒潰れたな。騙したら楽しいぜ。店長も一緒に呼び出して名誉毀損だよな。裁判起こそうかなとか言ってみろ。どうやって騙せばいいんだ。まずわかりやすくポケットやカバンに入れる矢印四角をついてすぐに棚に戻す。何食わぬ顔で出る矢印、声かけられる矢印、うらいく矢印、パンツ一丁になっても何も出ずに土下座させる。過去に一度だけ気概な店員に因縁つけられてやったことある。今考えれば罪悪感が半端ない。本当にごく稀にこういうのいるけど、あからさますぎるのは無意味。
形として謝罪はするが、訴えるぞって言われても、どうぞで終了。裁判起こすの面倒だし万一本当に訴えられても、警察に事情説明してれば一方的に負けることはないし、もし隠すとこか戻すとこどっちか防犯ビデオに残ってれば完全勝利。間違えて何もしてない人捕まえちゃったりとかはないの？ない、まず相当自信ある時しか声かけねえ。あと常連客の密告にだいぶ助けられてる。でも、その密告ババアが身はベテラン連続万引き犯だったというケースもあった。もうね、人が嫌いになりますわ。密告ババアはロタ、なかなか賢いな。いや万引きする時点で賢くないか。人によってはごっそり盗むからな。万引きって言うから軽く聞こえるけど、やることは窃盗団レベル。俺が一番ムカつくやつ。カゴダッシュ。あれだけは暴力可能の最強技。主に在日が多様。バカチョンでもわかるカゴダッシュ。1カゴに大量の商品を詰めます。なるべく高いものがいいでしょう。2レジに行くふりして、隙をついてダッシュで店を出ます。カートを使って加速するとなおよしです。3少し離れたところに待機させてある仲間の車に乗り込み逃げます。4俺。手はロタ。大量なら窃盗罪で、警察は防犯カメラから犯人を探してくれない？当然通報する。テープも巻き戻して何度も見る。大抵しなかちょんかを。でも、用意周到すぎてどうにもならん。一時期は窃盗団として顔を印刷して張り出してたけど、多分一件終わるたびにエリア変えてる。警察から率先して犯人探しは滅多にないよ。手癖の悪いまま、手ぐぐったらもっと驚くぜ。たまに商品詰まったカゴが店内に放置されてたりするだろ？通路の脇とか、柱の下とか。あれ、全部万引きの名残。そうでー。楽しそうだな。俺もこういう経験してみたい。ボケかす早くブタバコ行って死んでほしい客ランキング。1位、組織的カゴダッシュ。もはや我々の手には負えない犯罪者集団。笑ってネタにするしかないレベルの凶悪犯罪。2位、万引きかす。犯罪者の自覚がない社会の最底辺。スリルを求めて人生破滅。そんなに生活苦しき働けばバードも上場酌量の余地なし。3位、あけ食い。大体が演じか演じ以下の脳みそしか詰まってない希少の犯行。店の商品を食い散らかして放置するフロア担当の天敵。たまに棚の奥に商品を隠す猿並みの知能を持った奴も存在。4位、商品ブレーカー各国図型。手に取った用冷蔵品を適当に放置したり、また逆に常温商品を冷凍棚に戻したりする素養のないクズ。凍らされてパンパンに膨れ上がったジュースを見かけた時の、店長の顔は筆舌に尽くしがたいほどに悲しいものである。またフロア担当にとっては、仕事を無駄に増やすお化けでしかない。5位、商品ブレーカー各個事故型。野村宗、ビール、ワイン、焼肉のタレ、売り場に広がる破片と悪臭。手が滑ったでは許されない。お前はまだレジを通っていないのだ。謝罪はいい。まずは服のお手伝ってほしいクソ野郎。服のお手伝われたら帰って邪魔だろ JK。お前は散らばった焼肉のタレ地獄を知らない。一人でモップ使って服にしても、粉巻いて固まらせて放棄は白にして多大な時間と労力がかかるんだ。クソ客はせめて濡れた棚でも拭いててください。といつも内心毒づいてる。万引き野郎がてっきり1位だと思ったら違った。あけ食いってマジでいるのか。外国だと OK なところあるらしいが。ガキがお菓子持ったまま床に座り込んだら要注意。早々にお帰り願いたいクソ客ランキング。1位、平行移動。謎の技術でフロアをスーッと平行移動する女子集団。中には俺の全力疾走にも相当する速度で店内を駆け抜けるバカも。スタンドタイプのガム売り場を吹き飛ばし、コーナーの特売に激突し、甚大な被害をもたらす。お客様と事故を起こすケースも多発。走り回るカスは親子ともどもお帰りください。キックボードカスという亜種も存在する。2位、師匠。規制を上げながら店内をカッポする混沌。お惣菜を手つかみで食い、わけのわからない言語で店員に絡んでくる。作業中後ろから肩をつかまれた時の恐怖は相当なもの。大抵愉快なヘルメットをしている。監督者がいる場合でも油断ならない。3位、キチガイクレーマー。もはや語るべきことはない。おそらく、更年期障害なのだろう。一度絡まれるとかなり面倒くさい事態に発展する。受け流す技術を体得するには時間を要する。新人店員キラーとも名高い強敵。平行移動、ソワロタ。平行移動がクレーマー師匠より上って、水平移動じゃねえのか？平行移動だろう。シフト、ムーブメント、平行移動。師匠やクレーマーは割り切れるんだけどさ。走り回るガキはいかんね。危ないんだよ。治安維持もフロアの仕事だからよ。他の客のクレームの元は叩き潰さんといかん。にじみ出る位置の頭の悪さが発車をかけて面白い。店員続けろよもったいないな。なんでバイト辞めちゃったのよ。あと今は何かバイトしてるの？バイト辞めた理由はただ一つ。年数が経つにつれ雑用が増えてめんどくなったので、疲労困憊。楽しい半分だるい半分の均衡が崩れて辞めました。俺は割と仕事や上司に対しては従順だった。だけどあまりにクズが多すぎた。クズもそうだけど、アンポンタンも多かった。常連のババアが実は常習万引き犯だってことが、分かった瞬間すんごい冷めた。バイトの後輩が内引きしてるのバレて、辞めさせられた時も悲しかった。もう二度と働かん。どんな職場だよ。波乱万丈な職場だな。へったくそ万引きカスの特徴。1A? 俺普通の客だよ。何か？2
みたいなわざとらしいオーラ。2商品を見ずに店員や他の客を見ている。普通のお客さんは商品しか見ていない。三数人のグループで同じ売り場でグダグダしている。4ゆったりとした服を着ている。季節感に合わない服装。5やたら目が合うイコールこちらのことを警戒している。6話しかけたらキョドル。7対してカゴの中身増えてないのに、店内にいる時間が長い。8あえて仲間の一人を店員に向かって差し向け、気をそらそうとする。9店員が少ない時間に来る。10ガムが好き。なんだ厨房か。場数を踏んでない厨房工房の万引きほどしょうもないもんはない。わかりやすいから摘発しやすい。狡猾なババアはもっと想像もできないような悪どい手口を使う。逆言ったら万引きって、完全に今やったって確信ないと止めれないから万引き見つかるって。相当下手くそか運が悪いってことか、小屋万引き減らないわけだわ。発生してる万引きの9割は逃してる計算になった。商品ブレーカーも多くて損失がとんでもないことに。今までで一番衝撃的な万引きってある？他の店で買ったのよバカね。矢印うちの店のシールが貼ってあるうなぎ。減るもんじゃねえだろ、矢印減る。どうしても家が暗くて、矢印30型蛍光灯。もはやギャグの領域だな。友達が人差し指にカッターの刃を貼り付けた上に包帯巻いて、商品の中身だけ取り出す万引きしてたけどバレてないんだろうな。捕まえたことはないけど、中身だけ抜かれてるのはあるな。バターかマーガリンか忘れたけど、5箱くらいごっそり中身なくなったまま並んでた。そこまで行くともう恐怖しかないわ。子供は何考えて生きてるんだろう。バターやマーガリンだと、てっきり肉とか野菜かと思ったら、どう抜いても溶けるだろ。あんね、サラリーマンが万引きした時に声かけるの最高に愉快だよマジで。初対面の人間に人生握られてるもんだから土下座でも何でもしてくる。ド S な奴にはたまらない私服。万引きする奴って遠目でも一瞬でわかるよな。本人は気づかれてないと思ってるもんだから余計に滑稽で笑える。といったところでスレは終了。一致のような店員が増えれば、万引きも少しは減る、かもしれませんね。